決勝はどう戦うんですか。まあ決勝は北日本一人なんで、まあ短期で頑張ります。短期戦はいかがですか。うわあ、苦手ではないと思ってはいるんですけど、まあ、はい、頑張ります。ええ、こう別戦の自力型、結構若手で勢いもありそうですが、どう見てますか。そうですね。みんなはい、強いんで、小手踏まないように頑張りたいです。こう若手選手が多く立ち上がりましたね。そうですね。今日よりきつそうなんで、ちょっと、はい、しっかり休んで、はい、明日に臨みたいと思います。 200勝もリーチということでそうなんですよはい。リーチかかってからなかなか一着が取れないです決勝楽しみですねはいそうですねセッティング面はどうですかいやセッティングはもう間違いなく今の方がいいんで明日も頑張りたいと思いますはい。番手戦いかがですかいやまあ初めてなんですけどしっかり練習でも兄の優太とぶつかり合って <laughs> 練習してるんでそこは大丈夫だと思いますはい 2日間逃げて連勝ですがそのあたりはそうですね前回はちょっとあれでしたけど今回はまあ足の状態も悪くないと思うんでこのまま継続して頑張っていきたいです改めて戦い方としてはどうなりますかそうですね静岡の渡辺直哉さんが後ろついてくれるんでまあ2人2者っていうのもあってまあ自分の持ち味を出してしっかりと頑張っていきたいです1,2半戦でもしっかり手応えはありますかそうですねあの意外と戦えてるんでちょっと嬉しいですね、うん、はい 決勝の戦い方を教えてください。あ明日は結構スピード速い試合になると思うんで、まあ、レースが始まる前に仕掛けられたらいいなと思いますそうですね、昨日よりも今日の方がまだ調子上がってきてますし、明日に向けて、さらに調子上げていけるように、あの頑張ります後ろ、須藤選手ですが、そのあたりはどうですか そうですね。普段も練習でお世話になっている先輩なんで、あのしっかりあのその辺も考えて、即戦も立てて、えー、勝てるように頑張ります。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか？いやもう本当栗本君のおかげで、はいもうさまざまです。改めて位置を教えてください。そうですね。今日もしっかり仕掛けてくれた栗本君に決勝もしっかりついてきたと思います。